また会うなんて本当に奇遇だね。そう身構えないで、僕は幸せな空気に浸りに来ただけだから。ここ今は君の部屋かもしれないけど、反システム時間前は僕の部屋だったんだよ。ラッキーな当番号、ラッキーなフロア、ラッキーな部屋番号。この素晴らしい場所を予約するために結構苦労したんだけど、君に譲ってあげたんだ。大切に使ってくれよ、マイフレンド。決まってるじゃないか。まさかファミリーがタダで提供してくれたと思ってたのかい？ピノコニーは正真正銘の夢の地だ。この銀河に生きるどれだけの人たちがホテルレバリーの宿泊券を手に入れるために半生を費やしていると思う？ここに泊まれるのはどういう人たちかよく考えてみるといい。僕が裏で手を回さなければ、ファミリーがそういう大物たちを敵に回してまで君みたいな招かれざる客に門戸を開くわけがないだろ。だからほら、座って話をしようじゃないか。感情の面でも道理の面でも僕にはその資格がある。違うかい？賢い人は話が早いね。簡単に言うと、僕には君の助けが必要なんだ。君は知らないかもしれないけど、ピノコニーは見た目ほど単純じゃない。ここにはあちこちにファミリーの手の者がいる。はっきりとは言えないけど、わかるだろ。僕の目的は単純明快、カンパニーのものを取り戻すことだ。もし君が手伝ってくれるなら、成功した暁には十分な見返りと孫悟の加護を得ることができる。何しろ君は他の人とは違うからね。君は特別。そう、このゲームをひっくり返せるくらいに特別だ。その力を使ってみたくはないかい？あるいはそれから離れたいとか、宇宙に名を馳せたいとか思ったことはないかい？誰もが恐れ渇望する力が君の手の中にある。性格くん、そうだろ？今知ったんだよ。考える時間も欲しいだろうから、今すぐ答える必要はないよ。木が熟したらまた僕の方から君に会いに来よう。もちろん君も仲間と相談しようが、逆に僕を利用しようが構わない。何だろうと歓迎する。それも君たちの価値を僕に証明することにつながるからね。僕は損する取引はしない主義なんだ。フレンド諸君、僕をがっかりさせないでくれよ。うん、それでいい。ああそうだ、出ていく前にゲームをしよう。何？お互いをよく知るための簡単なゲームさ。こうして知り合った以上、君にはもっと僕という人間の性格や物事の進め方を理解してもらいたいからね。左？それとも右？それじゃあ答えを発表しよう。ああ、まだ君がどちらを選ぶのか聞いてなかったかな。でも大丈夫。なぜなら。
ゲームはもう始まっているからね。さあ、僕と取引をしよう。君は断れない。断る理由がない。断る余地もない。おい、私の部屋で何をしている？君の部屋？すごいな。ピノコニーに来て間もないのに、もう他人を仲間に引き入れる術を身につけたのか。誤解しないでくれ。さっきは君に注意したかっただけなんだ。ここは人で溢れていて、よからぬことを考えてる奴も多いから、十分に気をつけた方がいいってね。例えば、ドアを閉め忘れないようにするとか。じゃあ、僕はこれで失礼するよ、お兄さん。楽しい時間を過ごせますように。どうして出て行こうとしない？どうして出て行かないのかと聞いている。はあ、まさか私が間違えたのか？いや、まさか声をかける前に何度も部屋番号を確認したんだが。もしかして区画、いや塔の番号から間違っていたのか。はあ、すまない。このホテルは広すぎる上に廊下のデザインも似ているから、油断するとすぐ迷ってしまって。とにかくあなたが無事でよかった。私も自分の部屋に戻るとしよう。だが、出て行く前にもう一つ質問してもいいか？少し奇妙というか失礼だと思うかもしれないが、それでも知りたいんだ。私たちはどこかで会ったことがあるか？そうか、さっきからずっと懐かしい感覚がするんだが、これが既視感というものなのだろう。これも一種の縁だな。それがあなたの名前だな。こうして会えて嬉しい。忘れたのか？あの男が去り際に言っていただろう。いくら記憶力が悪いとはいえ、数分前のことを忘れるほどじゃない。巡回レンジャーヨミ、周りからはそう呼ばれている。あなたもそう呼んでくれて構わない。私たちはきっとまた会うことになるだろう。最後に少し忠告を。決死の覚悟と信念を抱きながらも、それを正しいことに使おうとしない連中がいる。あの男の顔には私のよく知る表情が浮かんでいた。刀を携えていれば何かを切る定めにある。そしてギャンブラーは負けて全てを失う前に必ず背水の陣を敷き、オールインに打って出る。私が言えるのはここまでだ。こういうことは選択する前に知っておくべきだからな。じゃあ私はこれで失礼する。ヨミは帰っていったけど、おかしい。さっきからずっと変な感じがする。まあいいか。いろいろあったけど、これでようやく眠れる。ん？ロビーへの戻り方を教えてくれないか？この辺りの廊下は本当によく似ていて。
やっと終わった。無強パスポートのガイドの通りにドリームプールを操作しよう。リラックスして体の起伏を感じてください。呼吸に集中して楽園を想像して、夢の地を想像してください。レイシオ、どうしたんだい？そんなしけた顔して。あれ、君のかっこいい石膏刀は？4分16秒の遅刻だぞ。その時間でアキビリの死の謎を解明したならいいが、そうでないなら七死人と問題を起こすべきではないと忠告しておこう。問題？君までそんな風に言うのかい？僕は本当に彼らと友達になりたいと思っているのに、どうして誰も信じてくれないのかな。やかましい奴に友人などできるものか。
ここで豆知識を教えてやろう。アティニークジャクは宇宙でも一二を争うほど耳障りな鳴き声を上げる鳥だ。そして君の身なりは派手なクジャクによく似ている。そのクジャクの羽も誰かに綺麗にむしり取られたようだが、荷物はファミリーに没収されたのか？ああ、あの灰色のスーツを着たやつに全部取り上げられちゃってね。祝い金も奇跡を入れてたケースも。おや、どこに行くんだい？帰るに決まっているだろう。バカのせいで全て台無しになったとカンパニーに報告する。たかが石ころ数個くらいでそんなに悲観的にならなくても。亡くなったから何だって言うんだ。あの砂金石がなければ、君はカンパニーから死刑宣告を受けたツガンニアの奴隷でしかない。それとも君の首にある商品コードも琥珀の王から賜ったものなのか？へえ、いいね、面白い。どうやら博学な友人はしっかり予習してきたようだ。それが僕の仕事だからな。そうでなければどうやって一人のギャンブラーがカンパニーの代わりにピノコニーを取り戻すんだ？安心して教授、方法ならあるから。ファミリーはカンパニーの介入を恐れているからこそ断るごとに対立している。もしかするとピノコニーは最初から調和の陰謀だったのかもしれない。いいかい、あの招待状は自作自演の見せかけだ。おそらく彼らは調和セレモニーで何か大きなことをしようとしている。あるいは招待者は別にいるけど、彼らはそれを黙認してさらに大きなことを企んでいるのかも。ま、どうでもいいけどね。ファミリーでも時計屋の遺産でも僕の役に立つならそれでいい。要点を言え。方法とは何だ？今はそこまではっきり教える必要はないだろう。まだ切り札を出す時じゃない。憎たらしいギャンブラーめ。協力の前提は互いの信頼だというのに。ツガンニア人の幼児教育にはそんなことも含まれていないのか？なら君は僕を信用するかい？それは君の態度次第だ。つまり君も僕を信用していない。それなら構わないだろう。あと僕は教育を受けたことも両親からそんな教えを受けたこともない。僕に何か教える前にいなくなっちゃったからね。すまない、悪気はなかったんだが。気にしなくていいよ。でも両親は僕に友人こそがエビキン人の武器だと教えてくれた。調和が虎視眈々と狙っている状況じゃ僕たちの友人も大いに越したことはない。ガーデン・オブ・リコレクションと請求列車はすでに接触していて、アナイア・レイト・ギャングは望み薄かな。準備の騎士団は招待に応じるかどうかわからない。パブの連中は、そういえばさっき会った人は巡回レンジャーだって言ってたっけ。何か変な感じがするな。君、ちょっと彼女の素性を探ってみてくれないか。あれ、いない。そこまで僕を嫌わなくてもいいのに。やれやれ、どうやら自分でやるしかないみたいだ。ここが夢の地？なんか不気味な雰囲気だな。それにさっき変な音がしたような。これはメモか。おーい、僕が見えますか？
こっちです。こっちに来てください。聞き覚えのある声がした気がする。額縁の中か。よかった。気づいてもらえないかと思いました。思考の回廊へようこそ。ここは黄金の時につながる通路だと思ってください。ちなみに僕はここの案内役です。え、僕を覚えていてくれたんですか。嬉しいな。ここは一時的な中継ステーションなので少し簡素に見えるかもしれませんね。無境内のホテルレバリーは今修繕工事中なんです。滞在中に不便をかけてしまってすみません。でも黄金の時に行けばきっとあらゆる悩みがきれいさっぱり吹き飛びますから。無境内のホテルレバリーのことですか？ごめんなさい。詳しいことは僕にもわからなくて。もう無境パスポートで読んだかもしれませんが、改めて紹介しますね。黄金の時はピノコニーの十二無境の一つで、対応する時間は真夜中。そこでは夢の中の時間が永遠に0時前の瞬間にとどまっていて、明日が訪れることはありません。そしてその夜の熱狂も永遠に終わらない。ああ、別に夢の中の時間が停止しているわけではありませんからね。お客様の心身に負担をかけないよう、無境内の時間の尺度は現実世界と同じに設定されてますので、ご心配なく。メモ？お部屋の中で拾ったんですか？ああ、もしかして前の宿泊客が残していったゴミでしょうか。僕の不注意です。掃除が行き届いてなくてご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。向こうの門を通り抜けるだけで黄金の時にたどり着けますよ。忘れられない夢を楽しんでください。このドアの向こう側に本物のピノコニーがあるのか。楽しみだな。こちらの客人は現実から無境への変化に慣れていないようですね。ですが心配はいりません。そうした無重力感は初めて無境に入った旅行者によくあることですから。ロビン、私たちの友人が
この美しい夢に順応できるよう手伝ってあげてください。任せて。これで無境を完全に掌握したわ。ようこそピノコニーへ。あなたの精神状態を少しだけ調整して快適に感じるようにしたの。ご心配なく。彼女はあなたが無境の中で自分の体を自由に動かせるよう調和の共鳴を利用してあなたを調律しただけですから。ピノコニーの夢の本質は奥質が構成する世界、その性質を掌握しなければその中で自由に行動することもできません。例えば泳ぎを覚えたばかりの人は浮力に適応できずに水に沈んでしまいますが、体が水の流れになれれば自然と水面に浮かぶことができるでしょ。お褒めの言葉ありがとうございます。ですが奥質に対する私たちの理解は表面的なものに過ぎません。ガーデン・オブ・リコレクションのメモキーパーを除いて普通の人間が奥質を思い通りに操ることは難しいのですが、ご安心ください。調和の調律の下では基本的に現実の物理法則に基づいて夢の世界の仕組みを理解することができますので。あ、これは失礼。また職業病が出てしまいました。私はこの人に教えたがる癖を改めることができないのです。気にしないで。兄様はいつもこうだから。私たちはお先に失礼するけれど、あなたはファミリーが作った美しい夢の楽園を楽しんでいってちょうだい。じゃあね。ショップ見に行ってみるか。賑やかだな。こんなにたくさんの人が無境の中で暮らしてるのか。